近い心理学。それではラジオネームただの神木さん、いつもありがとうございます。ただの神木さん、待ってましたよ。岩野先生バッチコイス、ありがとうのバッチコイ返しっす。荒木先生こんにちは。どうも。何度かお便りしています、ただの神木です。いつもありがとうございます。僕は障害者施設を運営しており、日々療育に携わっています。この療育って小さいお子さんの、その患者さんをこう療養しながら育てることなんですけど、はい、で公認心理師を取得して支援現場でもその知識を生かしています。お、最近感じたのは極端性の回避という理論です。例えば10分散歩しますか、30分散歩しますかだと、みんな10分を選びます。これで10分、30分、60分と3つの選択肢を出すと真ん中を選んでくれるのです。これって極端性の回避を生かした支援だと思ったんですが、いかがでしょうか。極端性の回避って言うんだ。なんかあれですよね、松竹梅って用意しとけば竹選ぶ理論ですよね。あ、そうだね、うん。名前ついてるんだね。うん、いやこれ多分極端性の回避っていうか、まあ、選択肢を与えるとどっちかを選びがちになるっていうのが人間の心理があるんで、うん、多分まあそういうのでしょうね。だから行くか行かないかの選択にすると行かないってなるけど、うん、10分にするか30分にするかだと10分を選ぶっていう、なんかそういうのが多分極端性の回避みたいなところもあるんでしょうね。今3択でさ、10分、30分、60分だったらさ、この両端が極端だから切られて真ん中の30分が残るってことだよね。そう、無難路線を選びがちになるという。そうね、なんかお弁当も小竹梅だとね、竹が選ばれるってよく言うしね。いやそうなんですよ、ね、でもなんかさ、函館のさ焼き鳥弁当ってなんか長谷川ストーリーってやつあるんですよね、うん、あれも小中大でなんか何も考えないと中選んじゃうんですよ結構、うん、だから中って小と何違うかっていうと野菜串なんですよね、実は。あの豚串じゃなくて肉じゃねえのかよ。肉じゃないんですよ。ご飯もちょっと多いっていう、なんかそういうあのこともあるので、肉食べたいって人は精肉増しした方がいいですね。焼き鳥弁当の小にプラス1本精肉頼んだ方がいいです。多分結構ずっと頼んだな君。いや頼んじゃった。なんかちょっと腹減って、普段小でいいんですけど、ちょっと腹減ってると中頼んじゃうんですけど、野菜だったかなみたいな感じになるのけね。野菜串も美味しいので、全然いいと思いますし、ヘルシー志向の方は中頼んだ方がいいと思いますけど、肉食べたい方は小に精肉をプラス足してください。めちゃくちゃローカルだけど大事だなそれ。大事ですよ。結構なんかね、まだ勘違いする人多いってやっぱり。だちゃんと そこまでさ確認しろよってことだね。あ、そうだからさ、寿司屋のさ松茸梅も結局梅が一番良かったりすることとか結構あるんですよ、うん、竹になるとなんかそんなになんか食べたくないものが一つ追加されてるとかってこととかがあったりしますから、だからあれですね、だから中身をちゃんと吟味した方がいいと思うんですね。そうね、人間ってそのあんまりなんだろうね、考えなくていいように脳みそってできてるから、うん、どうしてもその3択だったら真ん中選んじゃってなるんだろうね。そうなんですよね、だから節約するんですよね、うん、だあれでしょ、なんか選択肢がさわっさり増えると逆に選びづらくなるからさ。ああそうそう、あのジャム理論ね。そう。ここ3個がよくて、多くて確か5個までとかですよね。ないでしょう。中間を用意した方がいいって確かそんなんだったような気がした。だから50個とかだともう選べなくなってもいいやみたいな感じになるから、上位ランキング3位までとかを載せてるんですよね、ああいうのって。うん、質問紙の間の選択肢のさ1234のやつもさ、なんか、うん、計算というか研究したのあるよね。なんかあれも確か5択にするとつい真ん中選びがちだから、真ん中を取らない方がどっちかになんか寄せられるみたいな感じのやつが確かあった、うん、あとなんだっけ、7件法以上になるとさ、こうそれぞれのさ1と2と3の間の距離がさ質的にはもうちょっとこう近くなるとか離れるとかってあるよね。うん、そうですね。だからまあ人間の心理はやっぱりそういう風になってるんですね。楽に選ぼうとするっていうか、
か省エネってきっと人間の脳みそのデフォルトなんだと思います。だから岩野さんも次あれですよね、日本旅するとして稚内までの旅行にするか沖縄までの旅行にするかどっちにしますか。その2択どっちも嫌だよ。嫌だって何でどっちも行きたいし、どっちもいやまあ沖縄は行ってもいいけどさ、あの沖縄 離島1週間生活か稚内自転車の旅か。稚内は絶対に嫌だ。だって俺の実家から稚内まで100キロぐらいだからさ、前1日1回行かされるような気がするもん自転車で。そっちの方がまあ近い近い。電車で稚内はそこね、見たでしょあのガス。寒いのよ。じゃあ沖縄行くってことでいいかしら。もうちょっとさ、温泉地でサウナ、あ、そうだ、沖縄サウナありますね。はい、サウナ行きます、沖縄行きます。バチコイ心理学、はい、今日も YouTube 動画ご視聴ありがとうございます。我々はラジオで情報発信をしています。概要欄の Google フォームから我々のお便りをお送りください。そちらをラジオの方で紹介したいと思います。